アメリカ今非常に危ないです。これでトランプさんが勝たなかったらほぼ終わり。バイデンさん正直言って肉体的に知的に危ないのよ。アメリカの人知ってんじゃん。そうすると日本にいるとそんな話完璧にゼロ、陰謀説と言われたらおそらくそれが正論、正しいですよ。だから皆さん引き下がることはないですよ。日本では岸田総理の訪米大きく取り上げられましたが、まあ、アメリカ国内では取り上げられたのでしょうか。皆さん今アメリカ国が2つに割れそう、割れそうってもう 4,5 年続いてますけど割れそう。それウクライナ戦争に手を貸す、イスラエルを抑えてハマスに手を貸す。アメリカの人皆さん中産階級ずっと少なくなりまして、俗に言うアメリカ危機状態です。日本よりも悪い。皆さん1500万人ほどメキシコからうわー皆さん入ってくるんですよ。誰も止めないんですよ。で最近はカナダから入ってきた、中国人もどんどん入ってきて、でバイデンさん何も しないどころかもう応援してんじゃん。もちろん日本で皆さん島根鳥取のとこにわさーっと例えば50万人大陸や半島から来たら俺たちは真っ青だろう。アメリカ今非常に危ないです。これでトランプさんが勝たなかったらほぼ終わり。トランプさんが勝たなかったら中国崩壊寸前の中国が台湾襲撃して国をまとめるというやつ、そうすると大戦争じゃアジアで私たちはどうすんのよ。逃げるの、どこに逃げる。その岸田首相の その数日後にこう麻生大臣はこのトランプ元大統領に会いに行ってきた。これは自民党もパニクってますよ。岸田さんがバイデンと会って握手して、これ5年前にあり、ま、5、6年前にありましたね。安倍さんが国連行ってお話して帰りにヒラリー・クリントンと握手、選挙の真っ最中、選挙の真っ最中、なんで行くの、行くな、行かれてヒラリーが負けてトランプさんが勝って、安倍さん謝罪案件にプラス2回ほど行かれました。おそらくお金を持って行かれたんでしょう。岸田さん自分の自民党の親分さんが誤ったことをやったんで教訓として学ぶかと思ったらゼロ、同じパターンじゃ。それで麻生さんも長い間政治やられてますので、あこれ危ねえなじゃ、親分に世界の親分だった人にご挨拶に行くわけじゃん。で二股かけてねえよ。皆さん外国の世界で二股も三股もあるか。賢い動きは国を安全するためにどういう手、どこへ何を言うかってね、非常に大切ですよ。だから麻生さんがもう一度行かれて何かおごってあげて、トランプさんとバイデンさんに行ったって皆さんひょっとするともしですよ、バイデンさんが勝たれてでアメリカをまとめるって時バイデンさん自身がちょっと お病気のようですから、そうするとあと誰が出てくるの。皆さん二股も三股もできるだけあっちこっちにお金と媚びを売って日本を安全にする。もう私たちがリスクヘッジをするように政治の世界でもさまざまなリスクヘッジをするという、いやもうそれが下手な国はやられるって、うん、私たちもう戦争ちょっと考えてみ、大東亜戦争、第二次世界大戦、太平洋戦線であれに負けてどれほどの傷を受けて、どれほどあっちこっちから殴られて、いまだに中国と韓国が、韓国で北朝鮮もですが朝鮮半島俺たちを殴ってんの。殴る理由はあの時の80万年の戦争の話ですよ。あれをしないようになんか避けれる道あったんじゃないのと。 OK やりました。それじゃあ今はバイデンさん正直言って肉体的に知的に危ないのよ。もうアメリカ知ってんじゃん、アメリカの人知ってんじゃん。そうすると日本にいるとそんな話完璧にゼロ、そういう話をすると陰謀説、
何が陰謀じゃ。目の前で起こっていることが陰謀か。だから日本のせめて西の話を聞いておられる方、陰謀説と言われたらおそらくそれが正論、正しいですよ。だから皆さん引き下がることはないですよ。それ陰謀説でしょと言われたらの、それが正論です。喉元すぎれば暑さを忘れる。自民党の裏金疑惑に関する報道がほとんどなくなってしまいました、はい、代わりに飛び込んできたのは岸田首相のアメリカ訪問と選挙の行方。昨年末から続いていた裏金疑惑に関する報道が嘘のようになくなりました。そんな中、岸田首相とバイデン大統領のツーショット写真がメディアで大きく取り上げられました。猛烈な違和感を感じます。日本の報道姿勢にはうんざりです、はい、二先生はいかがお考えでしょうか。いかがお考えどころかもう激怒ですよ。皆さん、日本の政治家、この何十年国民をバカにしてきたのか。今現在もう永田町、俺たちいないんじゃないの。国民が出てくるのは選挙においで、選挙することは民主主義。ふざけるな。もう民主主義という言葉は使うな。規制規制規制、管理管理管理。いや、管理するんだったら何かこちらが惚れ惚れする結果を出してくれなきゃ。そうでないとただの権力を振り回してるだけ。岸田さん、この間バイデンに会いに行かれました。アメリカに呼ばれて行った。嘘を言うなって。アメリカが岸田を呼ぶんだったら理由があって呼んだんでしょ。お金持ってくるの、それともアメリカの借金肩代わりしてくれるの。そんな話だろうが。皆さん、裏金の問題が消え去った だけじゃなく、日本で一番長く総理大臣をされた安倍晋三さんも検察庁誰か犯人か分かってんですか。どうやって亡くなられたか国民に報道しないんですか。いや、私はもう激怒を通り越して、おい、こいつら日本の敵かと思ってますから。皆さん、意味分かりますか。私たちのエリート、私たちのリーダー、俺たち日本国民の敵か。何をしてくれた。もう毎回言いますけど、国の永田町の2つの責任、一つは国民の命を守ること、もう一つは国民を裕福にすることですよ。他に何もないのよ。規制規制規制作りまくって、がんじがらめにして、その上税金取る、その上パーティーやって上積みを取る。おい、正気か、おめえたち。もう一つ大きいもんだよ。日本、俺たち国民、正気か。なんで同じことばっかりやらすのよ。今回のお話はいかがでしたか。日本政府、学校教育、大手メディアがほとんど報じない事実があることが分かっていただけたかと思います。この西俊夫のフーバーレポートは、今世界で何が起きているのか、それが日本にどう影響するか、ほとんどのマスコミが報じてくれない真実を、西教授が古今東西の500年単位の壮大な歴史をもとに分析し、分かりやすく解説するサービスです。解説者の西教授は、世界最高峰のシンクタンク、アメリカスタンフォード大学フーバー研究所に40年以上在籍した唯一の日本人です。西教授は関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学び、国際政治教育学の博士号を取得。1977年よりスタンフォード大学フーバー研究所の博士号を取得、特別研究員になり、その後フーバー研究所教授に。あなたもご存知だと思いますが、スタンフォード大学は世界中の天才が集まり、100人中3人しか合格しないほどの超名門大学として有名です。その中でも格が違うのがフーバー研究所で、あの元英国首相マーガレット・サッチャーは、政治、経済、国際問題に関して世界で最も重要な研究組織はフーバー研究所でありますと評価をするほどです。そんな世界最高峰の研究機関に40年以上在籍できるのは、西教授がアメリカ政府の機密文書を読み解き、 GHQ 占領政策の研究で卓越した研究成果を残されてきたからです。実際、西教授がスタンフォード大学フーバー研究所から出版した
アンコンディショナルデモクラシーは米国の名門大学で教科書となり、今では GHQ 占領政策の研究で世界的な権威とされています。また CIA からのスカウトを断り、リアルラストサムライの異名を持っています。西教授は博士号を取得した直後、その調査能力を買われ、なんと CIA からスカウトを受けました。 CIA の一員になれば金も地位も簡単に手に入ると誘われたのです。しかし CIA に入れば国籍変更が必須で、その瞬間自分は日本人だということを強烈に実感。そして私が日本を裏切れるなら将来アメリカも裏切る、 CIA はそんな人間を雇うべきではないと断ったのです。これには CIA の調査官が感激し、リアルラストサムライと呼ばれるようになりました。そんな世界に認められた分析力と日本人としての大和魂をお持ちの西教授の熱く分かりやすく世論をズバッと切る爽快なトークをお楽しみいただけます。フーバーレポートの詳細は概要欄またはコメント欄のリンクをクリックください。私たちプライド&ヒストリーは日本人に自信と誇りを取り戻してほしいという思いから日々情報発信を行っております。毎回多くの方にいいねやコメント、チャンネル登録をいただき、とても励みになっております。次回もお楽しみにお待ちくださいませ。